今日もですね、YouTube の視聴者様よりご質問いただいております。以前ですね、選手用の GS の板を購入したときに、こう2シーズン目の途中でですね、かなりですね、こうエッジが効かなくて、こうエッジをですね、シャープにしてもですね、こう引っかかり甘くなったのですごく不思議に思ってました。なんかこれってなんかトーションが弱くなってしまったからこうエッジの効きが甘くなったのかなと思ったんですけど、そのあたりどう思われますか？ワンシーズンで結構乗ってたみたいなんですけど、そのあたり鍋さんのご意見あればいただければなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあお願いします。お願いします。あのもともと選手用の板ってデリケートの板が多くて、はい、市販のものよりも柔らかいものもあるんですね。あ、そうなんですか？そうです。はい、もっとなんだろうな、フレックスが柔らかかったりそういうものがあるんですけど、はい、それはのメーカーのによって違うんですけど、はい、ただそんな長持ちするものではないと思うんですよ、選手用板って。はい、あの選手なんて例えばもう本当にワールドカップとかそのオリンピックに出場するような選手たちってのはもう契約でもらったりとか下手すりゃお金が出る場合もあるわけじゃないですか、メーカーから。はいはい、そういう人たちっていうのは、うん、何十本という単位でシーズンにこうもらいますので、はい、まあ、そう考えたらその一般の人たちが使うにはそのデリケートで早くダメになってしまうものが多いとは思いますけど、ただそれは一概に言えないのは、はい、その状況を見てみないと分かんない部分があって、まあ、エッジの復元だけでいけるのか、うん、もうトーションが弱くなったって今言われましたけど、はい、歪みが出てきてるのか、はいはいはい、というのはその日数によったりその人の体重によってもその板への負担が違ってくるので、うん、はい、まあ、そこら辺のところはまだちょっとはっきりは言えないですね。だから、まあ、本当に見てみないと分かんないというか。ちなみにそのトーションがこう緩まってくるとエッジの効きっていうのは悪くなってしまうってことですか？あ、そう、もう当然です。歪みが出てくるので、はい、今まで耐えてたものが、はい、それが歪んでくればもうそうかからなくなってくるので、はいはい、トーションが弱くなれば、はい、それは反発もなくなってくるし、うん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 、だからその選手用に至ったらもともとそういうことがそういうのにすぐに使えますよっていう、板が多いので、はい、やっぱりその市販の板って選手じゃない板っていうのは長持ちさせるためのことも考えてるじゃないですか。はいはいはい、逆にその硬いものも選手よりも硬いものが多いというのはそこですよ。ああ、長持ちそうです、ね、できるためにってことですね。だからデリケートだと思います、選手は。ああ、繊細に反応してくれるっていうか、うん、だから高い割にはその、なんだろうな、長く使えないものが多いかなというふうに思います。ああ、そうなんですね、うん、そういう傾向があるんですね。でもそのどのくらい使われたかちょっと細かいことがまだわからないので、はい、それこそLINE とかで入ってきていただいて、はい、写真とかも送っていただいたりとか、うん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 、いうので僕ができる限りの判断はしていきたいなと。あ、そうですよね、うん、承知しました。じゃあちょっと一回ね、もし相談したければ LINE の方にお問い合わせいただければなと思います。そうですね、はい、じゃあお願いします。はい、ありがとうございます。スキースノーボードへの疑問を YouTube で回答します。スキースノーボードのメンテナンス方法や板やブーツの選び方や体作りなど、どんな些細なことでも気になることがありましたら YouTube のコメント欄に質問をお寄せください。今後も定期的に動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。